これがあのキャンディーカラーのグリーンって言うんですってね、はい、はいはい、これで全塗装やるつもりらしいです。あ、これでね、うん、はい、これが一番元ですよね、はい、羽ライトですよね。これ塗ってこれ下塗りですよね。でこれ下塗りですよね、はい、要するにこれが下塗りですよね。でこれ色をグリーンの色をつけてるわけですね、はい、これにグリーンの色をつけてる。でこれが上塗りですよね。クリアですよね、はい、でクリア塗るでしょ。その中間であのクリア着色剤塗るんです。で一番下がメタリックの塗料。これメタですよね。そうです。これ大丈夫ですか。大丈夫みたい。やばグレーを塗ってクリアをのグリーンを塗ってクリアを塗るっていう、うん、だからね、あの一色じゃなくてこれのメンテナンスは色違いが出ちゃうから、あの張本人じゃないとできないんですって。全部塗りしないと無理ですね、うん、でどういうことっていうと、ハーレーのガソリンタンクなんかがみんなこれなんですって、はい、それをインターネットで調べたんですが、これをキャンディーカラーって言ってるんですよ。うーん、すっごい綺麗だね。これで全体塗れれば綺麗ですよね。でだけど元はカネライトになるわけですよ、色はね。でこれ見ちゃえば想像つかないわけですよね。うん、だってこれしか、ね、出ないわけですもん ね、最後はね、はい、で中はカネライトでしょ。でもこれいじればこれ叩いて分かる通り、下手すると金属音が出るでしょ。金属音は出ないな、うん、もうちょっとやればね、うん、でこれ曲げて折れないですよ。いやいやいや、やめましょう。塗料がひび入ったら怒られちゃう。これだけ写真撮ってこようか、はい、メーカーの社長、半分僕説明したけど説明不足かもしれない。自分が狙ってるキャンディーカラーでしょ、まあ、キャンディーグリーンみたいな感じでしょ。これがカネライトでしょ、うん、でそこがサーフェイサー、でこれがサーフェイサー、うん、で次がシルバー、シルバー、うん、やっぱシルバーだ。キャンディーカラー、キャンディーカラーで一番そこがクリア仕上げ、クリア仕上げ、うん、そうすると普通はカネカのこの元が来て、要するにこれですよね、うん、それでこれのサーフェイサー吹いて、うん、でシルバーでキャンディーカラーで透明のクリア色、爪立たないぐらい硬いでしょ、はい、見かけ硬いんだけど伸び率は 50% 以上。あ、そんな伸びるんですか。だから下手すと 70-80% は伸びるんです。 100% いかないぐらい。あ、だから曲げが効くって言ったんですね。うちらもそんなに曲げられるってイメージがないんですよ。で、うん、でカネライトを使ってんだよね、曲がるからね。曲げて、これ曲げてるんだ。これはですね、これ曲げてください。それは発泡スチロールね、はい、でこれがあの FRP なんですよ、はい、どんぐりと FRP、 好きなように曲げてください。でこれがカネライトそのものなんですよ、はい、好きなように折ってください、はい、それ曲げたら折れちゃうで、はい、そうでしょ、折れますよ ね、はい、ところがカネライトに接着力があって、そのどんぐりこれがこう、そうそうそう、ペタッとなると、そうすると要するにこれですよね、これ曲がると。あ、でなんでこれ使ってるかっていうと、あの TOKIO が昔鳥、なんだっけ、羽ばたき飛行機って作った、羽ばたき飛行機、そうそうそう、鉄腕ダッシュの、はい、あれのゼロ戦作った人たちが、じいさんが、あの要するにエポキシでこういう材料を作るとバネ代わりになる。そうだ、はい、ガラスに塗っても、普通ガラスだったらカーボンでもそうですけど硬いわけですよね。そうですね、硬いですね、カチカチにね、ガラスの場合はね、このポリクロスと違ってポリエステルは柔らかいんだけど、ガラスはカチカチなはずですよね、はい、だけどカチカチじゃないわけですよ。だから目指してるのは、あの法隆寺のフェールセーフってやつ。法隆寺、1000年経っても建物大丈夫じゃないですか、はい、で、あのほら地震が起こってビルが倒れちゃったりなんかするって、
あの合成がありすぎるからと。だけどゴムみたいに柔らかくするとあのさっき言われたように耐熱性がなくなっちゃうんですよ。だから性能的にはブリードって言ってるんですけど、耐熱、熱がかかった時に柔らかくなんないで硬いまんまで、で低温のマイナス30度ハンマーで、これアルミとアルミですけど叩いてみてください。これはだからこのカネライト接着してる材料ね、はい、今この壊した材料をこれ叩いてみて、壊してるぐらい、ここに入ってる、そう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 、壊す社長ん、おい、見て、あ、もうそ、なかなかやっぱ壊れないです、好きなように、うん、とそれでボディを接着してる、あの好きなようにそれはやってみて、曲げてるだけじゃねえかよ。それでこれ剥がれないですよ。カネライトをボディにつけて、これは剥がれないですよ。曲がっちゃうだけ。だからさっき言った通りに流れてるのはその法隆寺じゃないですけど、いくらそのブリードって言ってましたけど、低温で脆化しない、高温でへたらないような分子構造はどういうふうにすればいいのかっていうところの、あのコーティング接着技術っていうところなんですよね。それをこれに応用したらどうなる、剥がれないです、ね、材料破壊しないけど、本当はうちながらこういう試験機がある、知ってる、カネライト貼ってこうやってやって下と上でガーッて引っ張る、で何トン何ニュートンまでいけたっていう接着試験やってくれっていうのはそれで、そうですよね、構造体高分子を作って、うん、うちらそういうのはあんまり発想してないですからね。でこれであのカネライト組み立てたり、あのそれは売ってる接着剤、1回ぐらい叩くと割れちゃう。社長どこの会だほら社長言うでしょ、ね、すごいでしょ、それ接着、これだからあのスキー の, そのオリンピックのエアリアルの選手だけど、なんでかっていうと、あの普通のエポキシだけだと3回転まで飛べないんですよね。だけどこういうような形でこれで、あのこのところが接着面ですけど、柔らかくないんですよ、手で触って硬いんですよ。ああ硬いですね。でこれ切って曲げてみてください、はい、でバキッと曲げちゃわないでじんわり曲げてって、はい、そうすると楽しみがありますから、こんだけと、ここのところはポリクロスがこう入ってるところね、はい、これ入ってないところ、はい、手切らないように、はい、どこをどう曲げても、あの発泡スチロールは曲がるのは分かってたけど、カネライトは曲がんないと思ってたのよ。これ曲がんないですからね。うん、でなんでかというと、こっちの発泡倍率の方が高いから、はい、で手切らないようにね、はい、どうですか。あ、こっちはあれですね、ここが割れたよね、ここがちょうど、はい、ここは塗ってないからね、はい、でこれはあのスーパーポリクロスがかかってないところ、はい、だからかかってるところはここまで、うん、境目ね、ここはだから割れないんですよ。どうでしょう、真似するよ、真似するよね。あーすごい、ここまで曲がる、180度でしょ、おくっつきそうですね、本当に、うん、おくっついた、ね、すごいっす。これが1センチだったら、1センチのやつだったらクリエンってくれる。ああ。多分 2.5 か2でしょう。はい。で逆にすると割れちゃうんですよ、もちろんこれで。あ、こっち側から避けちゃいますよね。はいはい。どうだね。おお。ここまで曲がったやつを初めて見ました。そうだね。ねえ、ぴったり曲がったよ、本当に。ぴったり曲がったよ。バムクーヘンみたいになったよ。そうですね。社長。
で、ここはですよ、これただほんとバーって長いやつがぐる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 って、そう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 、ロール状にもできるかもしれないですかね。はい、社長、バームクーヘンみたいになった。ここはどうなったんでしょう。あ、すごい、すげえ最初と比べてもすげえしっかり柔らかくなりました。いいね、なんか新しい構造物ができそうな感じだね。面白いです、うん、グニングニン曲がります。あ、本当だ。いや、これだから発泡スチロールは分かったんですけど、カネライトはここまでになるかと思ってたんです。これね、これもらってくださいでいいですか。どうぞどうぞ。あ、これ、これごと持ってってください。荷物になりますけど、はい、ありがとうございます。それで、あの、みんな負けてみてください、はい、また切って